Konnichiwa, hello everyone. I am Khadija Jamal. My topic is Sayai no Kuni. Konnichiwa, Khadija to moshimasu. Kyō wa watashi ga eika ni Nihon ga suki de aru toyukoto wo minasan ni isitaitai to omoimasu. Dozo yoroshiku onegai itashimasu. Watashi tachi ga Nihon to iu kotoba wo kikoto Toyota、マツダ、トシバ、バナソンネコなどの日本の製品を思い出します。そのため、私が高校生の時にコナンとナルトはアメリカのアニメではなく、日本のアニメであるということを初めて知り、とっても驚きました。スペーストーンというアラブ世界で最初に放送されたアニメーションチャンネルがあります。私は高校生の時にスペースツーのチャンネルのアニメは全部日本のではないかと思いました。そして私は私の友達ゴーグル使ってそのことについて調べました。15年ほど前で日本といえば商業製品のイメージしかありませんでしたが、今ではその製品の一つが日本のドラマであるということを知りました。2009年以来私は花より団子を埋めています。とっても素晴らしいドラマだと思います。実際に日本語と日本の文化が好きな人はこのドラマをよく知っています。それは紛れもない事実です。このドラマのおかげで先生の助けがなくても日本語の勉強をすることができました。それは少し冗談ですが、私にとっての日本語の先生はインターネットやフェイスブックの友達です。もちろん最初の先生は花より団子のホリウィンの牧野少しとその恋人のドーミュージーさんでした。私は日本に行ったことがありませんが、ドラマや NHK ワード、日本の YouTube チャンネル、日本の文化や歴史についての本などを通して日本を身近に感じています。日本は他の国とは異なる国です。いつか自分の足で日本の大地を踏みしめたいと願う人はこの感情を理解できるのではないでしょうか。しかしその気持ちを対人に説明することはなかなか難しいです。もし私が世界中を訪れることができたとしても日本は一番だと思います。私にとって最愛の国は日本です。ご清聴ありがとうございました。